はい、どうも珍しいアングルで失礼します。レイヤルでございます。今日ちょっとね、夜勤明けで、なんでかわからんけどね、唐突にね、これがちょっと見たくなったんですよ。うん、ミューズのライブコレクションね。これなんかね、急激にね、なんか普通にね、音楽プレイヤーでミューズの曲聴いてたら、PV みたいなーって思うようになってきて、で、ちょっとこれ見てたらね、やっぱりね、泣けるんだわ。うん、めちゃくちゃ泣いたっていう話は置いといて。で、まあ、ほんでまあちょっと結構ね、あ、もうなんかやっぱミューズいいなってこう、だいぶね、ちょっとこう、ほら、公式さんもね、この間の動画でも言ったんだけど、公式さんが結構ミューズグッズをどんどん押してきてくれたりしてるんでね、本当になんかちょっともう今はもうエモエモのエモの状態なんですけども、今回はね、久しぶりに、ちょっとね、もうフライング、うん、もうフライング、ちょっとミューズグッズがね、発売されるってことを知ってるんですけど、ちょっとね、開封するまでにちょっと我慢できなくて、今回はこちらを買ってまいりました。こちら!はい、ラブライブスクールアイドルコレクション、スクフェス感謝祭2018年開催記念ミューズスペシャルパックでございます。イエーイ!はい。またスクこれなんだけどね。アクアの最新弾じゃないっていうこと、本当にごめんなさい。申し訳ない。うん。はい、これちょっとね、こちら今回5パック購入してきたんですけども、これ多分ね、俺、箱開封ね、唯一できてないやつなような気がするんですよね。確か。俺の記憶上。で、まあまあ今回ちょっと思い出したかのように、ちょっと5パックだけ購入したので、ちょっとまあこうね、ちょっと、ミューズにこうね、浸りながら、ちょっとね、エモエモな気持ちでちょっと5パックだけ開封していこうかなと思いまして。はい。ちょっと今回は始めていきたいと思います。まあちょっと、うん、ミューズに関しての雑談とかしながら、ちょっとね、開封していきましょう。今日はちょっとラフな感じでね、ちょっと見ていきましょうか。ね。はい、じゃあまずは1パック目、見ていきたいと思います。3、2、1、ドン!うん。あ、ほら、だって俺多分このスリーブ持ってねえもん。俺多分開封してない。開封してたらごめんなさい。自分で忘れてるってことだからね。はい、見ていきましょう。せーの、よっ!うわ!うわ、ニコニーの、これ、ハトハトかな?ハートトゥーハートの衣装ですね。確か、うん、確かね。うん、SR プラス。うわお!うわお光ってる。これどういう仕様やったっけ。プラスがついてたら若干その枠の当たりだったような気がします。わお。で、確か全部光ってんだよ、これ1パック分高い割に全部光ってんだよ。すっげえ。いや、もう可愛いなあ、もうニコちゃん本当に。もうニコちゃんといえばね、もう今もうちょっと見たばっかりだからなんだけど、夏色笑顔でワンツージャンプね。いや、もう本当にスコ、いや、もうめちゃくちゃ高まった。もう朝っぱらからもう明けで、もう眠たいのになんかもう眠たさも吹っ飛ばしながらね、夏色で高まってたっていう、はい、私でございます。はい、じゃあ2パック目いこう。せーの、いよっ!うん。確か UR フードはね、多分まだもう実装されてる頃なんでね、もしかしたらワンチャン UR フードが出る可能性があります。というわけで、2枚目見ていきます。3、2、1、よっ!うーわ、もうそういうの良くない。エンジェリックエンジェルの、ほら、ミュージックカードも入ってるんや。意外だった。めちゃくちゃいいわ。いや、もうめっちゃ、輝いてるもん。今回ちょっと照明の加減めちゃくちゃいいからさ。うん、めっちゃわかると思うんだけど。いや、綺麗。いや、もうエンジェリックエンジェルも見てきましたよ。見てきましたか?見てたよ、今日。もう改めて見たらめちゃくちゃいいの、本当に。はい、3パック目、いきたいと思います。3、2、1、よっ!あ、今度はハトハトの、あれですね。ハトハトの、スリーブ。うん、スリーブが出てこなかった。3枚目。3、2、1。いや、じゃん!うわ、めっちゃニコ来るやん!うわー、ニコニーの SR でございますな。わお。これ、あれだな。大正ロマンではないな。また別のやつだよね、これね。まあ、ニコニーがね、ちょっと連続で当たると。ニコニーといえば、夏色笑顔でワンツージャンプ。さっき言ったか。ということで、3枚目はニコニーでした。残り2パックになります。いや、もうだいぶね、なんかちょっとスラスラと開封していってるんですけども。はいはい。まあ、たまにはね、うん、こういうのも悪くない。最高。3、2、1。よいしょ。あ、ジュエルスリーブ。いきまーす。3、2、1。よいしょ!お!ほのかちゃん。あ、しかも HR や。お、結構いいレア枠では。お、あ、これアイスクリームのやつな。わ、これな、これ花屋のやつめっちゃ可愛かったね、これ。はい。ほのかちゃん、アイスクリームでございます。うん、アイスクリーム、アイスクリーム変かな。うん。はい。いや、可愛いね。ここちょっとこう、跳ねてる感じ、いいね。しかもほんでめちゃくちゃ綺麗やわ、ほんまに。うーん、T1 アイスクリームの、なんか、ね、なんか、キャラクターとかに選ばれそうな。うん、もう、サーティー言うてもうた。はい、残すところ最後になりました。うん、なんか今日ちょっと花代ちゃん、当てたいって全く言ってないので、最後の最後で言わせてもらいます。かよちんこい!かよちんこい!ラスト1パック開けていきたいと思います。せーの、よいしょ!ハトハトスリーブ!さあ、誰が来る?
3、2、1、いよっこいしょ、いよっこいしょ、いよっこいしょ、おわー、かしこいかわいいリーチカップ、いやー、いいでございますな。これもあれかな、宝石編じゃないね、誕生石編だね。うん、俺もう嘘ばっかり言うてるやん、もうほんまに。はい、誕生石編来ました、エリーチカでございます。いや、かわいいね、いや、かわいいね。うん。まあ、エリーチカもね、いろいろなね、まあ、センター曲、まあ、いろいろそこまで多くない？豆市とか。うん、うん。まあ、まあ、やっぱりエンジェリックエンジェルが強いかな。うん。いや、いい。いいね。もう、かわいいんだよ。いや、もうほんまかわいいんだよ。まあ、考え方変えたらさ、ほら、ここに通うチーム、もうここに1年生も全員映ってくれてるから、もうこれ当たったことでよくね。うん。全然もうポジティブにいこう。はい。だいぶ懐かしいパックの開封だったんですがね。いや、やっぱいいわ。うん。まあ、今度次出るまたミューズのスクコレ、うん。ミューズのスクコレとか、まあ、スクコレのミューズ団がまた次ね、確か発表されてるはずなので、めちゃくちゃ気になってます。それはもうぜひぜひね、箱買いして、普通にいつも通り開封動画で上げていこうと思ってますので、もしよかったらそちらのね、開封も、もしよかったら、なんか言うね、もしよかったらって、はい、ご視聴の方よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画、こちらまでにさせていただきたいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。レイギャルンでした。バイバーイ。みんな思い出した時にこれ見てみ、ほんまにもうマジでエモいから、うん、ちょっとほんま機会あったらこれ見てみんな、ほんま。